総合順位はダントツの1位、貴校なサンクスの登場です。誰がこの活躍を予想したであろうか。ここまでサマイ数での勝負は10勝2敗、順位ポイント獲得も驚異の8回、現在のポイントリードを守るのか攻めるのか。37リーグ第14戦貴校なサンクスチーム団体戦、ついに来ましたよ。はい、おのの方、これ37リーグトータルで28戦ありますから、はい、ちょうど折り返しです。いや気持ちいいですね。でこの団体戦が始まる直前ですね、はい、それぞれ各チームごとの実戦の方やってきたわけなんですが、はい、僕が最後だったのかな。そうですね、だよね、確かだよね、はい、の段階で終わった段階で、はい、我々2位以下に1万ポイント差つけてます。素晴らしい、すごい、1万ポイント喜んでんじゃねみんなびっくりしてますから。みんなびっくりしてられるとかじゃない、足らないんだよ、足らないの。半分終わった段階で俺も決めきってくっていうぐらいのつもりでやってましたから、周りのチーム、はい、スタッフ一同、はい、我々のチームのことすごく警戒してます。まあそうでしょうね、ご覧の皆さん、国民の皆さん我々の前にマルハンチームが団体戦やってるんです。はいはいはい、なんとその結果を隠されるんですね。そう、我々だけ知らないから完全に知らないですよ ね、 今ね、見てる皆様はもう知ってらっしゃると思うんですけど、もしかしたら2位の可能性もあるありますね、この時点でね、今現状1位と思い込んでるけど、あのね、もうこれ作ってる方もちょっとやっぱ足んないんですねこれなんで隠すか、はいはい、なぜ隠すか、はい、隠さないといけない事情があるんです。なぜか、はい、なぜ仮に我々がもう圧倒的リードでした、はい、これがさらにリードが広がったら、はい、守るんじゃないか、なるほどなるほど、つまらないことをするんじゃないかと思うから、あの人たちは隠すんですなるほどなるほど、はいはいはい、よろしいですか。だから舐められたもんだと守りませんはい、攻めますもんね。そうです、団体戦合計2回あるんですけども、はい、やりきりましょう。やりきります。はい、我々の方針は攻めると、攻めます。はい、マリアちゃんなんか相当、はい、でプレッシャーが感じてるようですが、本当にやばいですよ。やばいですか。私も本当今日、いつも朝ごはん食べますけど、はい、今日だけは食べれなかった。負けたら引きずり回しますからねこれこれ、こんな子供なかなくて、うちの芝居をしてくれません、これのせい、これのせいなんです。おのおのいろんなものを背負ってね、今この前立ってますけども、ね、これはもう気負っていきましょう。そうですね、気負って気負って、はい、大事ですよ ね、 ね、そういうの。そうそうそう、はい、いろんなものを背負ってやっていきましょうじゃん、はい、ないかと、はい、いうことなんですが、せっかくなんで最後にじゃあ円陣組みましょう。おお、いいですね。お、初戦で決め切りたいと思ってます。まあ、入らないちょっと待って、そこそこ入らんで、負けられるかい。よわー、1が 98% で6は 114.9 9やんな、9なんすよ。おしゃべりきたわ、いけるき、やめた方がいいですよ、あのシステム。ほら取りました。うざい。お願いします。ありがとうございます。さあ抽選終わりました。はい、終わりました。44、78、何やってんすかリーダー。おい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 、マジかよお、マジかこの人、やっとけって言っとけよ、やってないんです。こんな日に審査委員長、はい、審査委員長、はい、巻いた時思ったんですけど、うん、結構ばらけるんだよ。あ、確かに結構ばらけるんで、僕が行こうと思ってるのは大丈夫だと思います。今日何ですか。今日は攻めようかなとは思ってます。五十嵐マリア、今日ニューパラですご情報流すのやめてください、ご情報何え、ジャグラー嵐熊坂場行きますご情報にご情報重ねないでお願いします。おおむね実はあの作戦はもう立ててありまして、はいはい、ね、なんでちょっと番号微妙だからもう任せます。わかりました、任せます。だからまあぶっちゃけ一回ダメだったら集合してもいいんじゃないですか。そうですね、でどうするって。ただ、はい、時間もありそう。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いよいよ困ったらじゃあ来て。いよいよ困ったら、いよいよ困ったら、はい、はい、ということでとりあえずじゃあ行きたいとこ行ってみましょう。はい、わかりました。お願いしま
37リーグでは4つの法人チームが全28回の実戦を行い、トータルの獲得ポイントが最も多かったチームが優勝となります。優勝したチームメンバーにはそれぞれ77万7777円が進呈されます。実戦時間は6時間。パチンコパチスロどちらの実戦でも可能です。パチスロは1枚につき1ポイント、パチンコは5玉につき1ポイントで計測します。チームが所属する店舗での実戦はホーム扱いとなり、ホームチームは 1.5 倍のポイントとなります。また実戦時の順位に応じてボーナスポイントが加算されます。1位が1000ポイント、2位には500ポイントが与えられます。こちらのボーナスポイントはホームポイントが適用されません。さらに全28回中各チーム2回ずつのチーム戦が行われ、こちらもポイントが 1.5 倍となります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。須田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。こんなんできました。すごい、思ったより大きかったね。いや、でかかった。そうそう、協力船の限定ステッカーかな。すごい、こんな大きかったんだよ。なんか、ね、はい、確かにクリマンシールぐらいかと思ってたら、あ、はい、めっちゃでかかった。そうそうそう、こんなでかいと。我々のチーム乗り打ちできますから。はい、はい、ね、喜んで。自分の金はみんなの金、はい、みんなの金は自分の金、はいはい、スイカとか取りこぼしたら譲りますからな。厳しい。大丈夫、一番やりそうだね。今日筋肉マン打とうってたら誰か止めてください。ドツボにはまる、もう打ち出すとやめられなくなっちゃうんだもん、あれ。もう誰か殴ってても止めてくれ。俺が筋肉マンっつったらもう。いや、今日あのチーム協力戦で今までで一番リラックスしてるんですよ、入場前で。これ良くないと思うんですよ。やっぱ追い詰められて、もう生存本能に訴えかけた上で、なんか神がかった何かが起きてきた気がするんで、なんか和気あいあいとした面白さを感じちゃってるのがまずいと思うんですよね。だからマリアちゃんが本当朝からずっといつも通りのなんかギュッてした感じなんで、やっぱ今回もキーパーソンは僕はマリアちゃんだと思ってます。やっぱ寝れなかったです。2時間ぐらいしか寝てない。プレッシャーに弱いので、私も今までなんとかちょっとなってきたんですけど、参戦、私の人生も含めてこんなに順調にいくことってないから、どっかでちょっと落とし穴あるんで、それが本当に今日じゃないことを祈って。あのね、うちのチームがに限って周りがどうしたからああする、こうしたからこうするわ、うちのメンバーにそんなやつはいません。そういうのやってませんか、うちは。マルハンさんバラバラだった。そこも待って、そこも教えてくれないんだ。ういっす、ういっす、ういっ、ありがとうございます。あ、まあ、実際37番入場なんですね。おはようございます。おはようございます。お願いします。さあ、ホームですよ、ホーム。もう迎え入れ方が違うもん。店員さんもみんな当然だけど同じユニフォームだからね。おはようございます。お願いします。宇宙さん曰く半自慢がって言ってたんですけど、多分通路側は一応押さえておいた方が絶対いいと思うんですよね。角、角、みんな角、角は角、あ、角、角開いた、角打っちゃおうぜ。お、角にちょっと 悩んだと思いますよね。角、この辺ですよね、やっぱ角に角さん。円島は全然空いてなかった。空いてないでしょ。空いてなかった。もう最初から行かなかったのよ。もう絶対埋まっちゃうだろう。やっぱ昨日前代っぽかったから、ちょっと目立つ北斗で一回。いや、いいと思う。角台すごくいいと思う。いいと思う。いいと思う。全然カバネリでも良かったの。俺カバネリも全然打つから良かったんですけど、まあ埋まっちゃいましたね。だから本当北斗より全然カバネリの方が埋まるね。見て、あっちもカバネリでしょ。全然埋まってますよ、カバネリの方が。不安だよ。はい、頑張って。え、取れました？取れた。一応レミンさんは北斗取って。あ、取れました。これあの角のバルブレーブは一応押さえてあるんだけど。バルブレーブ人いますか？バルブレーブはまだ多分そんなになかった。続々と入ってきてます。せっかくなんでバルブレーブ行こうかなと思ったんですけど、牛尾さん待ちましょうかね。牛尾さんすぐ来ます。多分来ると思う。あ、結構いる。あ、来た来た来た。牛尾さん、私もバルブレーブ打ちます。やるか。はい、どこもうみんなバラバラにしますか。もう好きなとこでいいよ。並べます。全員バルブレイブ。3人バルブレイブだ。3人バルブレイブ。3人バルブレイブ。じゃあこの辺するか。はい、うん、この辺にしましょう。スリーセブンリーグ第14回戦、実戦開始。さ
さあというわけで、いやちょっと緊張しますね。この大一番に我がチームリーダーはバルブレイブの三打ち、そしてレビンさんに遊撃隊として北斗を打ってもらうっていう戦術を選択してるんで、もうあとはもう出すしかないです。で今僕とレビンさんが、開始でつながってるんですけど、レビンさん聞こえますか？聞こえてます、バッチリです。すごいクリアに聞こえてる。じゃあちょっと頑張りましょう。頑張ろう。はい、はい、いきます。開始のマイクもチームに一つしか渡してもらえないってしてた、はい、そうなんですか。だから嵐とレビンさんつながってんだけど、うん、なんかマルハンチームの時がそうだったんだって。あ、そうなの。なんかそれもなんか2人具合が悪くて声が出なくて、はいはいはい、あ、そうか、あやちゃんとか、そうで、うん、使わなかったから、はいはいはい、まあ、公平性を保つために開始も一組なんだって。なんかすごいこだわってますよね。前回マルハンさんチームは並びの人とかいましたかって言ったら、それすら教えてくれなくて徹底されてますよね。ちょっとすごいよな。でもそれなんでかわかる？なんでですか？全部うちのチームを意識してることなのよ。やっぱりそう、うちのチームに特に厳しいんですよね多分。そうなんだよね、うん、まあ一応なんか牛尾さんがホーム戦の時にバレーブレイブを打った時に角台で打ってかなり挙動が良かったらしいので、まあ、そういった意味で一応僕も角を今回抑えたんですけど、まあ、レビンさんも北斗の角を抑えてるっていうことで、まあ、あのレビンさん、はいはい、俺のことは気にせずもう好きに喋ってください、はい、あのまあ、解説することもそんなないんだけど、もうもはや、いや、レビンさんは喋りながら自分の気持ち上げていくタイプじゃないですかまあまあね、はい、やっぱさすが分かってるな。いやもう大先輩ですけど同い年ですから。いやいや同い年でも長いことやってますからね、はい、いろんなところでね。そうなんですよ。開始外しちゃってもいいんですよ、はい、喋りづらかったらオッケーオッケー、はい、距離も近いんで何かあったら言いにも行けるし、うん、でつけてって言えばそこからつけて会話しようか、はい、そうだね。だからまあ嵐くんも全然喋っちゃっていいよ。わかりました。はい、まあ、と言いつつ僕がレビンさんの声聞いてるんですけどね、まあ、レビンさんにやっぱノンプレッシャーで僕が戦ってほしいんで、すごいあのいつも通りのレビンさんで今日は戦ってほしい。まあ、立ち上がりとしては多分、まあ、天国スタートじゃないとは思うんですけど、ちょっと固めてリプレイ引いちゃってるんで分かんないですね。朝一ので、まあいろんな番組でも言ってるんですけど、まあ、この番組でも言ったかな、朝一に関してはこのスマスロ北斗の件っていうのは、そんなにあの天国以上とか、まあ、本前町、天国以上っていうのは天国か本前町なんですけど、それが 18% から 29% ぐらいなんで、まあ、あの6で考えても 29% なんですよ。逆を言い方すると 70% は、地獄か通常からスタートするんで、まあ、朝一こう今は多分天国じゃないんですけど、だからといってどうってことはない。それよりも BB 終了後ですね。 BB 終了後が圧倒的に差が26、合わせて本前町と天国合わせて26から 36% ぐらいなんで、6だと 36% あるんですよ。上を打ってるときはゴリゴリにあの天国スタート、はい、あっという間に2000円なくなった。あのレビンさんが2000円なくなったことを触れるぐらいですから、やっぱプレッシャーかかってるんでしょうね。さあ僕もちょっと集中していきましょうか。まあ、僕はバルブレイブに関しては最近、まあ、僕の講師ともに仲のいい梅ちゃんがですね、まあ、立ち回りに取り入れ出して、まあ、やっぱ状況がだいぶ良くなってるんだろうなっていうところで、僕もちょっと最近打ち始めた、まあ、感じなので、もう全然もう機種の経験値とかは、まあ、導入直後に打ったおぼろげな記憶と、あとは今出てる数値ぐらいしかないので、そこはかなり不安なんですが、一通り回してみて、まあ、どのぐらいのゲーム数で当たるのか、まあ、あの数値だけ見ると初当たりにそんなに設定差はないんですけど、やっぱりそれでも、6を打った経験値が多い。それこそ梅ちゃんの話とかを聞いてると、やっぱ初当たりはとにかく、まあ、取れると、そんな大きくはまんないんだよねみたいなことを言ってたんで、まあ、そこにちょっと注目しながら打っていければなと。ちょっと他チームの選手の、知識を流用しちゃって申し訳ないんですけど、まあ、そこはあの友達特典として許していただければと思いますんで。あれ、いやこれ悪くないんじゃないですか。あ、仮設風呂行った。仮設風呂とも当たりかな。いやこの辺が全然あの最近打って出てないものは俺も分かんないんで、ちょっとこの辺はあのさらいさらいやっていかないと。まあさすがに当たるでしょチャンスも。何も引けないけど、うん、スイカ引いた。ようやく初レア役。リーダー11時半に飯って言ってたんで11時半
あの実は俺もそのタイプなんで牛尾さん、あ、言ってくれてよかったなっていうタイプ、しっかり食いたいタイプ。はいはい、あ、来た。いやいいね、強水か。むしろ中段チェリーポンって引いて BB っていうのも嬉しいけど、そういうのよりこういうふうに弱水か強水かとか引いてしっかりあの天国の日本全中上がりましたから指してる方が、あの高設定の期待度上がってくるんで。はい、あ、ここでなー、ゴンズメッセージはいればあったけど、天国止まりですかね。当たっててほしいけど、いっちゃい、バトル。いやもう、あー、いた。4分の1よ。はい、4分の1で当たるよ。はい、当たり、ありがとう。カウンタースタートのラオステージなんで当たり。嵐くんどう？おい、当たったんですか？カウンタースタートで行っちゃったよ、ラオステージに。あら、あらやだ、完璧。あらやだ、いい感じよ、今のところ。はい、僕もですね、これチャンスは当たるはずです。おお、いいね。仮設風呂っていうステージは多分強いはずだから。はい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 、はい、まあ分かんない、あの最近打って出なかったやつ俺分かんないんでなるほどね。もうほんとふわふわしたあ、そこまで打ち込んでるわけじゃないと、ね、いやもう全然、もう最近また打ち始めた感じで。あ、そうなんだ、ありがとうございます、はいはい、当たりました。まあとりあえず雷蔵なんで、よっしゃ、そんなに強いチャンスゾーンではないですが、じゃあ頑張りましょう、お互い行きましょう、頑張りましょう。おい、150ゲームで、まあ内部的に加算されてた可能性もあるんで、実際のゲーム数っていうのは、まあ、朝一に関してはそんなに分かんない感じだな。突破しちゃいいの、嵐が当たってんだ、光ってる。あ、本当だ、当たってる。誰か一人走ってくれるとね、助かる、助かる、うん、この間一緒にバルブレーブったのよ。はいはい、あ、ちょっと味しめてんだよ。あ、あれですか、あの番組ですか。そうそう、あ勝ったんですか、みんなで。まあまあいい勝負になったかな、あ、じゃあ今乗ってますね、嵐さん。癖になっちゃってるから。癖になってる。さすがに厳しいですね、画面は。あー、デフォ、まあ、とりあえず一発目のチャンスは残念ながら進めると。ランプが消えたな。消えた、ああ、消えたな。あれチャンスゾーンスルーしたってことじゃないか。え、そういうことですね、これは。はい、168ゲーム投資4000円でございます。天国中のチャンス目、はい、やるぞお前、本当に今日は俺が勝ち頭になってもいいわけだからね。朝一に関してはリセットされてたら天井行っちゃってもみたいなところはあるんですけど、まあまあ早い方がいいですよ、そう設定的にはね。はい、黄色、設定期待的には当然早く当たった方がいいわけだ。では2セット目、まあ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 それは来るでしょう。2連ですかね。まあ、投資4000なんで一応2連でもプラスにはなりましたね。2連286枚おい、ここのモードは重要です。よし、これ今サウザーなんですけど、新サウザーってまあそんな差はないじゃないですか。ただ結局鳴らすと出るんですよ、この友の4人が。シーン・サウザー、ジャギ・アミバは、もちろんジャギ・アミバの方がいいんだけど、で高設定は均等なんで、出現率がシーン・サウザーに寄っちゃうこともあるんですね。だから全くリンバットとか出てるよりも、シーン・サウザー、ジャギ・アミバ、この4人がバン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 出てる方がチャンスになります。もちろん1回や2回じゃ分かんないんだけど、なんでこの感じがいいですね、喋るなら。
ある、ある、これあります。これは言ってる。さあ言ってるよ。これは決めないといけない。ほい、あ、9番、大丈夫だな。はい、ほい、オッケー、よし、いいよ。270ゲームです。キューバから出ていこう。はい、うん、9本です。投資そう、一発目から決めないと。いきます。いいよ、いいよ、あるよ、ある、ある。これ、しかも、これ多分革命だよ。ですよね、革命ですよね、うん、これ。よし、オーケー、いいぞ。革命ですよね、よし。ふぅ、決めなければ、入れなければ。さあ、多分チームバルブレイブは、僕が今1万円使うぐらいの感じなんで、多分同じペースだと思うんですよ。まあ、革命ボーナスとか当たってれば別だと思うんですが、誰かがやっぱ一跳ね、チーム気候のサンクス、今回の戦術は3本の矢プラス大砲なんで、レビンさんという大砲をちょっと遠くに据えて、あとは我々近接部隊が矢を撃ちまくる。でそのうちの1本が刺さればなんとかなると。まあ3本の矢、3本とも折れちゃったら大敗ですし、1本が残れば多分いい勝負はできると思うんで。いやいや本当に俺覚えてないよ。そう、なんか過去一みたいです。今聞いたら37リーグではこれが過去一の立ち上がり。まあちょっとしか今プラスになってないけど、はい、お、初中断チェリー。これまあ通常だったっぽいですね、演出的には。当たった当たったよ。まあ、今ジャギステなんで、これで、ウィグルデビルリバースでも出てくれば北斗ゾロにも期待できますね。まあまあまあ、ほぼほぼプレミアムで決まるか、ジャギだと思いますね。はい、ジャギバトル74ゲーム。黄色、黄色いっぱい連チャンしたらちょっと報告しに行ってもいいですけど、まだまだ全然チャラぐらいな。あー終わった。あと3ゲームしかないです。俺残りゼロの450枚ぐらいのところから持ってたことあるよ。マジですか？ある。それは希望、それは希望です。バルブレイバーこっからだから。こっからですよね、わかります。ゲーム数なくなってから。あ、大丈夫、まだいける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 。あと100枚、あと100枚。よしよし頑張れ、いく。あ、待って、ちゃんとやってはい、ちょっと、うんうん、緩んでました、うん、はい、やれてる時はここで戻すまであるからね、はい、ですよね、ですよね。まあでも黄色、黄色ってまあちょっとは夢あるよね。この前打った時一日中白と青しか出なくて内部も本当に 66% ばっかりみたいな。単発に連単発に。これ79取っちゃえばね。あとは79取っていいことがあるのはレイの無双転生が出るようになるじゃないですか。でレイ無双転生はヒット確定なんで、無条件で 15% で無双転生チャンスいくっていうのがあるんですね。それがまあ付与されるようなもんなんで 79% 以上。ただの連チャンしやすいってだけじゃない。この話をちょっと前にしてたのよ。
黄色79あるよ。79だと0無双点数あるからヒットまで確定、 15% で無双点数チャンスある。いくぞ、約6分の1ヒットして、まあヒットはするから。パネルは消えなかったパネルは消えなかったよ。俺入れたいよ、ここでもう無双転生チャンス。あーでも嬉しいな、79以上頼むまあそんな甘くないね、 15% にこんなに期待しちゃうっていう。これでね、子役とかバンバン出ててくれてね、まあ、設定にもこう期待できるような展開になれば、もちろん進む、最重要視してるわけではないけど、子役の出現やつで、こう連チャーしてるときに、まあ、スイカ系がバン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 出てるみたいな状態になるのがいそうですね。で、中段チェリーももちろん出るように、こう言ってるときになんかさっきから止まるからさ3波しかないからね、カードチェは。まあ、内部状態降格だったら、50% なんですけど、チャンスに引かないと。あれ4までやってない、ほらこれね、カドチェで行きましたよね。今カドチェで行くと7割ウイグルが出てくるんですよ、実は。で今4ゲームでしょ、全長が。で4ゲームって本来、まあ、サウザーもあるんだけど、ウイグルの方が、あでサウザーないのよ、カドチェは。だからこれウイグルじゃないっていう風に分かる。さあウイグルだよ。30%、あー出ちゃった、ナビが。プッシュが出ないパターン確定です。いきますか、シャオ、シャオいきますか。よしよし、来た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 ぞ。俺に話しかけるかな、ついにレミさん、俺に話しかけるかな。こっちも共闘してるんですよ、レミさん。もしもし、はいはい、聞いた、聞いてますよ。ちょっと興奮するでしょ。いや、シャオ兄さん来てくれたねシャオ兄さん来た、シャオ兄さん来てくれた。ウイグル予告からのウイグルで、はい、いよいよ無双転生チャンスになったら全メンバー招集するんで。あ、チャンスで呼ぶ、チャンスで呼ぼう。あ、呼ぼうか、うん、みんなの力で超えよう。オーケーオーケー、うん、じゃあチャンス出てきたら、うん、呼んで、俺が言うから今ここで。オーケーオーケー。で俺もね、多分これチャンスは当たるんじゃないかな、ゲーム数、うん、当たります、ね、すごい調子いいね。あの一応200のゾーンで来て、しかもアキラなんで。おお、頑張って。そう、今ゲーム数は喋ってる間に超えてたんで、16、17、17を超えてたから行くなと思ってたら、じゃあ行きましょう、俺もアキラを通す。アキラはちょっと やらなきゃダメなやつ。おい、いけた、よし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 、ありがとうございます。プッシュ飛び出てたから革命ボーナスじゃないかな、そういうのないかな。いや、カラクリはあるから、多分バルブレイブはあると僕は思ってるんですけど、とりあえず行きましょう。さあ246ゲーム、はい、ありがとうございます、革命ボーナスです。よいしょ、これチャンス入ったら呼び行くからな。まあまあ嵐くん聞いてっから呼んでくれると思うけど、では一応あるか、ウィグルなんで、まあ隠れ時もありますけど、まあほとんどレイですね。いきます、時は、あー、さすがにさすがにレイでした。頼む、まずラオウで、ラオウでお願いします。ラオウさん、あー、レイだ、くそ、あー、これきついかもね。せめて中攻撃、うわー、中だ、大チャンス、大チャンス。ヒットで 62.5% です。これヒットすればあるよ。あー、当たったけどパネルが消えてないいやいやいや、俺はその6、まあ、3分の1ぐらいを引いちゃったのかいってるか、全然あるよ。よーし、来た、呼ぼう、プッシュ出ました。よし、みんな呼ぼう。リーダー、マリアちゃん、うちの救世主がやってくれますよ、これから。ええ、みんなで応援しに行きましょう。マジですか。いや、これ呼ばれて嫌だな、失敗したら。チャンス、うちの救世主が今から勝負するんで、最悪だな、これおおこれ突破すれば、はい、もう無双転生バトルっすから。
とうとう来たね。今まですいませんでした、足引っ張って今日やるんで、ちゃんとこれだ、ここだったんだ、ここ攻められてる。だから我ら友を背負って、だからここで交代するってパターンあるじゃないですか。ない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 、これ俺がやる、ないないない、俺がやる、お願いします。遠慮はいらないんで、はい、やっちゃおうか。やってください。まあ、これはないですね、レア役も引いてない。ピーブない、ないないと思う。頑張れ、奇跡のピーブないね。いやー、頼む、うわー、緊張するね。頑張れ頑張れ、決めてやい、俺が決めたい。そうなのよもう全部持ってきたっていいから。そうだよ、あー君ぐらい入ってあげて、いけるよ、いけー、頼む、いけ、いや、まだ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 半分以上あるから、まだいいよ。25%25%25%ある。ここまで来ると25%、いけいけいけ、あるいけ、大丈夫、やれてる、大丈夫よ、弱気になったら負けだよ。あと5ゲーム、おいおい、2回目、頼む、いけよ、いける、あよーし、すごい、でかしたレミエビーさん、4000しか使ってない、伸ばすから任せて、あとは安心して回して、みんな本当にありがとうございます。ダメかと思った、正直人が集まってきてダメなんだろうなと思ったら、できた、今日はありがとうございます。もうここだけ頼むと思った今、みんな目処が立ったな。あ、助かりました、ありがとうございます。本当に目処が立ったぞ、目処が立ったぞ、もういや、あれはマジででかいな、でかすぎます。しかも今嵐さんも革命ボーナス中だから、そうか、それ入れば俺もちょっと当たりそうな雰囲気だよね。まあまあもう行っちゃってんだけど、いいとこまで、うん、雷蔵でいい、雷蔵でいい、よし、お願いします。 OK、 1号だな、15本、はい、大丈夫大丈夫、あらあらあら、大丈夫ですか、それはペルン、あれちょっと油断したんじゃないですか、それはちょっと油断しちゃったんじゃないですか、無双転生入って、すいません、レビーさんとちょっと油断しちゃいましたね、ちょっとそうですね、力抜けましたもんね、はい、ちょっとちょっと嵐さんが決めてくれないか、あと3、4回、絶対超えましょう、大丈夫、ナビ出る、信じろ、待てい、ちょっと油断したんじゃないですか、絶対に油断しちゃダメだし、ペースの話しちゃダメなんだよ、気持ちで負けた、よし、気持ち切り替えましょう、まあ革命ボーナスいけてることもいいことだし、あとは引き戻そう、いや、これを聞きたくて打ってんのよ、取り返したな、筋肉マンの、筋肉マン叩かれてたの俺は。いや今ですね、情報によりますと、前回のスマスロー筋肉マンを打って、ただただ解説をして負けていく、しかも大幅に負けるっていうね、まあ、僕の回で、そこでですね、なんかコメントに、こいつは真面目にやってるのかっていうね、本当に勝ちたくてやってるのか、チームのためにやってるのかっていうのはあったんですけど、やってますからね、めちゃくちゃ、むしろ、まあ、3人の気持ちは分かんないですけど、俺が一番勝ちたいまではあるよ、マジで。なんでだと思います、サラリーマンなんです俺。じゃあ、まあ、まあお金が俺あるとは思ってないと思いますけど、皆さん全然ないんでね、俺普通に負けたくてパチスロは打ってないです。いや、めちゃくちゃ浮かれてますけど、本当に10連いかないで終わるとか何回もやってますからね俺。
はい、なんで、まあ、そこも知ってます、はい、無双転生入れば2000倍絶対出んじゃねえかみたいな、そういうことは思ってないです。それは分かってます。この辺じゃ終わんないです。始まってすぐは終わったの見たことない、まあ、ただ今600枚ぐらいなんで、おそらく1000枚ぐらいは最低出るんじゃないかと。レビンさんの、そうサラリーマンだから乗り打ちで巻き上げるわけにはいかないんだ。あ、ある。おう、あった。あー、またまた9番いいよ。持ち玉、持ち玉です。135万あります。あとよし、2回目チャンスゾーン頑張ります。いいぞ、いいよ、いきなりいいよ。いおい、はい、いけるでしょ。よし、やりましたよ。一発で、一発目で決めた。お願い、局面オッケーオッケーオッケー。いいですね、okay, okay. いいですね、いいですね。決めましょう、決めましょう、決戦。ここはもう力みすぎないこと。はい、右です。はい、行きます。あ、うん、オッケーオッケーオッケー。大丈夫、オッケーオッケー。大丈夫、まだあるから、まだチャンスあるから。ただすいません、負けるならでも初戦敗退が一番いい。そうですね、うん、負けるなら一番いい形で。ただ負けたくはなかった。強水感引いてるね、いい感じで。この調子でお願いします。OK、 勝ち。こうやってね、ストックも重要ですから、途中の。他の2人はどうなんだろうね。マリアちゃんはね、ああ、ちょっと持ち玉持ってたから革命ボーナス当たって多分通せなかったのかな。後ろさん何もなってない。あの時はなかった。ああ、まあ、言ってもさ、そっちは早いじゃん。確かに。だからやっぱ理想の形なんだよね、こっちが先に始まってて。そう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 。でなるべく続くように頑張って、でそっちは後半でも全然バーンって出るから。いやだからちょっとね、まあ、レミンさんにおんぶに抱っこになりすぎるのはさすがに申し訳ないから。あれ、 3枚目、3枚目、バルブレイン3枚、3枚目とか言うなよ。そう、確かに確かに。だいたい3、4枚入ってからよ。 5ぐらい。そうよ、5ぐらい入ってから。ある、ある、あ、ありますね。大家もある、ありますね。そう、全長長いもん。16以上とかだと、とかどうのこうのとかあんのよ。はい、来ましたね、来ましたね。もし、もう一回雷蔵だ。22本。さあ、お願いします。ベル、ベル、トイプレ、はい、ちょっといけてねえな。まあ、途中ストックしてたからね、こっからだと思う。あの、実際終わっちゃう可能性があるの。
わかんないですけどね、周りの方でいるのかな、無双転生入って単発2連で終わりましたみたいな。おそらくストック持ちだとは予想してるんですけどね、最初何個か持ってて最低連がまあ3連4連みたいな。でロングフリーズの時はめちゃくちゃ伸びるんで、まあ、それが多いのかなっていう予想なんですが、まあ、全然わかりません、外れてるかもしれないけど、ロングフリーはまあ2000枚下回ったって人はまあ聞いたことないんで、ロングフリーズは。ただ普通に今みたいに自分の台みたいに入ったやつは結構10連もいかないで終わっちゃいましたみたいなのはあるんで、まあ、実際自分でもあるし。一応最低はここって言いましたよね。まあでもさすがに、いやでも結構終わるんですよ。パンチで叩かなかった時全然終わるんで、これ無双転生立たないと結構危ないです。大丈夫、多分分かんない、全国的に無双転生バトル入れてこんな序盤に終わるかもって言ってるのは俺ぐらいかもしれない。ああ、いいよ、いいですね、いいですね、いいよほぼ大丈夫だ、ほぼね、ほぼでいけますね。ほい、先ここで決めればあと17枚、頑張れ、決めます、決めます、さあ、いきます、スイカ、ふー、いきます、お、いいよ、いいよ、かな、まだ大丈夫、まだ大丈夫、いけ、はい、ラスト、ラスト、スイカ、すいません、敗北でも継続に書き換え、嬉しいね、繋いでいきましょうよ、こういうので、お、ボーナスもあるね、これ確定じゃないですけど、これ当たってもボーナスあります、今中段チェリー引いてる、継続もともとしてての中段チェリーで、ボーナスはある、まあないんだ、流れ的には全然あってもおかしくないと。一応表示で1000枚は超えました、まあ最低限ね、まあ2000は行きたいですけど、最低限まあ1000枚、20ってからがミスかな、こっちの方がいいはずなんだよな、200台なんとかな、なんとかしたい、あれチャンスアップきた、行きましたか、赤だね、なんでこれは行ってるんじゃないですか、おお、見てます、ラッキーパンチ来ました、28本です、28本頑張ってください、頼む、揃って、最後、最後、最後、お、お願い、おさすがです、もうダメかと思っちゃった、珍しく弱気だった、よし、すごい、これはもう流れがいけますね、この一発で変わりますから、いけますね、これお願いします、3回戦までいければ任せて、
はい、俺4回戦の突破率、うん、あの自信ありますんで。わかりました、全部いけると信じてます。お、いや、いい、いい、いい。右の方が得意。右の方が得意です。そんなのあります、そんなのあるんですか、はい、お、本当に得意、すごい来ましたね、もうこれは。これ、次突破したらもう通りますから。じゃあもう次が最終ですか。はい、次最終です。次決まればいいの。はい、あ、右、得意なやつ来ました。右も得意。あ、これもう大丈夫です。これ大丈夫だ、はい、この段階で本当にいけると思う。おめでとうございます。はい、ありがとう。これでも実質取ってるからね、真ん中だけど大丈夫です、ね、全然大丈夫、全然大丈夫。はい、あ、どんな表情やるっつうの。まあ、こっからだからな。素晴らしい。こっからですね。あのチャンスゾーンの最後のリプレイ一発で、はい、あの未来が変わるっていうところを ね、 ね、あの見せてやりますから、うん、え、大丈夫ですよね。あー、もう危ねえって当たり前だからな。もう当てる